はいはい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 TKZGT、TKZGT というのです。この種族効果 102% パーティーで、うすら影パーティーでワイマネ稼ぎやってみたいと思います。ワイマネ稼ぎというか、ヒーバーチェに攻撃アップ打って金食い姫さんだけですけど、技打ちまくりたいと思います。どのぐらい出るんですかね。そう気になるんで、まあまあまあ、ワイマネ稼ぎってわけじゃないですね。どんぐらい出るか、まあ技どうですかね。黒竜さんと、ガラピョンさん。ガラピョンさんがいるんで、まあ結構打てるかな。ボーナス玉でね、貯めてあげて、行くダニ。まだフィーバーには行かない。ダニ。よいしょ。あ、倒しちゃうか。じゃあもうフィーバー入るしかないですね。慎重に入りましょう。一気に繋いで入りましょう。よいしょ。あ、これでいい感じですかね。行きます。はい、フィーバー入った。攻撃アップ、金低い姫さん打ってあげて、で、その後、カチカチ。で、からの、黒竜さん打っちゃいましょう。で、この後大事ですね。この後、まあまあ、一回、打ってあげて、からの黒竜さん。黒竜さんのデカップに作ってあげたいけど、難しい、難しい。やばい、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 終わっちゃう、フィーバー。全然終わっちゃう。全然余裕で終わる。もう、打っちゃう、打っちゃう、打っちゃう。打っちゃって、からの。いや、全然技打てない。いや、下手でしたね。終わっちゃった。うん。まあ、しょうがない。もちろん、反省点としては。まあでも、あ、でもまあ、攻撃アップ1体で。十分ですかね。うん、まあまあ全然技打てなかったですけど、ちょっと下手でしたね。しょうがない。反省点はまあ、デカ分よさっと作れなかった、己の弱さ、申し訳ない。まあでもまあ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 稼げましたね。強いですね。ありがとうございました。